失礼しました。わらと幸せ会社の証拠ファンの原田です。何を指示でやってるかと思いますと、やっぱりちょっとパッと見たときに、あ、俺結構これから大丈夫かな本当に頑張んなきゃいけないな、なんかやっぱきっかけがあるときにちょっとでもやっぱ元気、やっぱりもっと頑張ろうって、あと一日なんとか頑張ろうと思っていただけるためを持ってですね、やらさせていただきます。今日しっかりSKS メーカーさんの田村さん、本当にお越しいただきまして本当にありがとうございました。ゾス、はい、ちょっとしっかりとそこは背中見せるとも上です。自分はやっぱり営業とか管理とかあんまり人芝居できるタイプではございません。やっぱりこの分野に関してはですね、やっぱやっていかなきゃいけないっていうところで、ちょっと長いですね。あ、わかりました。じゃあちょっと始めさせてもらいます。立ちつてとどどどどん